はい、速稼塾の久保です。今日は11月23日ですけどもね、先週の振り返りをやって、それから今週の展望をちょっとお話ししていこうかと思います。先週は良かったですね。月曜日に取れて、火曜日に取れて、水曜日に取れて、で木曜日にもうワントライして、金曜日にはやらないというね、この金曜日のやらないっていうのが正解だったと思いますね。ちょっと画面の方見ながら説明していきましょう。やっぱりね、うまくいき続けてそこでブレーキをかけるっていうのがなかなか難しいんですよね。さあ見ていきましょう。先週なんですけども、ずっとトレンドをこうやって書いてたんですよね。こういうふうにバーッとね、で収束するっていうのは必ず起きてくるんですよ。トレンド収束、収束からトレンド、こういうふうに入っていきますんでね、じゃあね、ここで底を打って、今横ばいの方に入ってきましたね。横ばいの方にぐーっと、でここら辺完全に横ばいですね。ということなんで、エントリーをこのエリアでしてると利益取れずに、もしかしたら含み損になってる可能性があるんですよね。ずっとセルで取ってきましたから、ずっとセルで取ってきたのはここです。もうね、売っていけば必ず取れるみたいな月火水木だったと思うんですよ。で金曜日になってきて、私はね、勝ち続けたら精神的にちょっとね隙ができるんで、勝ち勝ち勝ちって続くとあえてやらないっていうね、仮説だけしてやらないっていうことも挟むんだよとか、これ逆でも同じです。負け続けると萎縮するんで冷静な判断できなくなるんですよね。まあ、ですんで、負け続けたら一旦エントリー外して相場から時には離れていくっていうね、頭を下げる期間を持つんですけども、今回はそれが良かったですね。資金を入れてない状態でチャートを見てると、ああ横ばいになってるわっていうのがよく見えるわけですよ。で横ばいの次っていうのは必ずまたねブレイクが出てきますんでね、お分かりですよね。通常でしたらこのブレイクはトレンドの方向に向かっていきますんで、次またねこの収束が収まってボックスを割ってサポートラインを超えたら、これはねセルの方に行こうかなと思ってます。ということでね、来週の展望はブレイクした後セルに向かうってことが大筋なんですよね。高い時間軸はいずれもセルの方に向かってる、要するに円高の方に向かってますから、この円高がどこまで続くかってことなんですけども、以前ね私は104円103円の方向に向かうよってことをお話して、今103円をね大きく下回ってるところですから、じゃあ102円111円に行くかっていうと、まだそうとは限りませんけども、でもね100円ぐらいまではこれはね進むと思いながら相場を見ていった方がいいと思います。長い時間軸、これはね売りの方向、円高の方向に向かってます。ウィークリーもねマンスリーも同じです。ということはですね、もうこの動きが止まるまではロスカットをかけながらセルの方に向かっていけば、まず負けはないかなと、勝率は高いままかなと思うんですよね。もちろんダウ転換というのもありますから、そこを意識しながら進めていくことも大事です。というふうにね、今回は FX の基礎講座パート1、2、こちらの方も込みでお届けしてみました。やっぱ基礎用語がわからないと、私の話している内容と私の戦略も汲み取れないと思うんですよ。だからやっぱり基礎は必要だと思いますので、基礎講座に入ってね、今まで頑張ってくださった方、本当にね、大変な中進めていただきました。お疲れ様でございます。でこれからもね FX で勝とうと思ったら、暗記すること学ぶことっていうのは絶対なんですよ。だこれをすっ飛ばしていきなりチャートに入って、じゃあ口座開設して資金を入れるっていう、こういうのはギャンブルになっちゃいます。必ず攻略法っていうのは FX にありますし、攻略法はすでに500年前に確立されてますんで、それを学んでいくためにも FX の基礎講座、もう一回ね一から基礎からやり直すことをお勧めします。でまだね FX の基礎講座に入ってらっしゃらない方は、動画概要欄の私のメールアドレスがありますので、そちらの方から基礎講座ということでね、タイトルをつけていただければご返信できると思いますので、そちらの方からもお問い合わせください。それでは今回は一旦失礼します。